アンドレー・ブラジー・ミロビチ・グリアゼフは、ロシアのペルミ出身の男性フィギュアスケート選手。2004年世界ジュニアフィギュアスケート選手権優勝。2007年ロシアフィギュアスケート選手権優勝。1985年7月26日、ロシアのペルミで生まれる。4歳の時、スケート教室が生徒を募集していることを知った母の、勧めでスケートを始める。 11歳の時に、サンクトペテルブルクへ移り、アレクセイ・ミーシンの指導を受け始める。ミーシンチームに入ることになってからは、兄弟子であり、憧れの人だった、アレクセイ・ウルマの負の尽力もあり、彼の提供したアパートに住んでいた。2000から2001シーズンから、ISU ジュニアグランプリに参戦し、2001から2002シーズンには、JGP で2連勝。 しかし世界ジュニア選手権で総合14位という惨敗を起死し、理由が諸説あるがミーシンの元を離れその後3ヶ月間リンクから離れていた。その3ヶ月後、ミーシンの元での兄弟子だったアレクセイ・ヤグディンの勧めでタチアナタラソワの元に移った。2003から2004年シーズンの世界ジュニア選手権では優勝を果たし、 2004から2005シーズンよりシニアへ移行。2006から2007シーズンにはロシア選手権を制した。旧採点システムでの最後の世界ジュニアチャンピオンでもあり、新採点で最初のロシアチャンピオンでもある。2009年に怪我で現役を引退。その後は所属していたチェスカ・モスクワでコーチをしていたが、後にロシア国外のアイスショーのロイヤルカリビアン。 インターナショナル内のアイスショーや、ホリディオンアイスや、ホットアイスなどに2016年まで出演していたが、その後はロシアに帰国している。ミーシンの下で、ダブルアクセルが飛べるようになり、14歳の時にトリプルアクセルが飛べて、試合に組み込んだが、最初のコーチのアンドレイキスルキンから、多くの技術を学んだとグリアゼフは話している。ジュニアからシニアに上がった頃に、 グリアゼフに、ヤグディンがジャンプを教えていた時期もあり、単独とはいえ4回転、トゥループを19歳の時の欧州選手権と、世界選手権の FS では成功させている。しかしその後のシーズンからは怪我での手術の影響で4、回転を外した構成にすることが多くなり、挑戦しても失敗していた。彼の持ち味である、助走の短いトリプルアクセルの質の良さに、小田信成は、 最初に意識した選手と話している。スケーティングや、ステップなどは、アメリカのシムズベリー拠点だった時は、当時、タラソワのアシスタントコーチだったエフゲニー・プラトフやマイヤ、ウソワが指導していた。モスクワにタラソワと共に帰還してからは、タラソワの体調不良の問題もあり彼女の友人であったエレーナ・ブイヤノワが主に見ていたが、タラソワも時折リンクに面向きアドバイスをしていた。 ABCDEF、フィギュアスケート選手名鑑2006新書館、2005年12月、P99ABCDEFGH 斎藤、高子編、カラーズフィギュアスケート男子、シ、ングルフォトブックアオバ出版、2006年2月、ピアニッシモ、96から97ロシア、ゴラテン本ンアンドレウラジー・ミロビッチ・グライセブ、ハット ABCD 国際スケート連盟による、 バイオグラフィーハット AB、Z2018 年6月16日閲覧。ロシア国内では、機械が変えなかった影響で震災点システムの移行が2006から2007シーズンからと遅かった。 http://web.icenetwork.com スラッシュニューススラッシュアーティクル jsp,emd イコール2013万 719&、コンテント、id イコール546万 80&、ビッキーイコールアイス、ニュースグライセブグラビテーツ、トゥワードプロフェッショナルスケーティング2015年6月の公演にて、小田信成。 安藤美希が語る、思い出の世界ジュニアフィギュアスケート選手権。ワールドフィギュアスケート31より、ハットインタビューウィズ・アンドレー・グライセブ・ディセンバー2007、国際スケート連盟によるバイオグラフィー。ありがとうございます。